タケノコタケノコニョッキッキ。一ニョッキ、二ニョッキ、三ニョッキ、四ニョッキ。二人負け決定。最後までニョッキしない人に言われたくないわ。堀と宮村罰ゲームね。私オレンジ、いちご牛乳。いつも一ニョッキで抜けやがって。なんか言った？ねえ、堀さんと宮村くんって本当に付き合ってないの？さあ。でもなんかどっちかっていうと堀さんは石川くんとお似合いって感じ。本当？もういい加減堀は諦めなさいよ。やだ。相当な M じゃないとダメなんだぞ。何？何の話？誰のだっけ？石川くん。トールか。おお、何これ。どうすりゃいいんだよ。ちょっと待って、会長だったかもしんない。戦国か。あー、だまだもあった。だももったいだな。どっちにしても面白いわね。あ、ジュース遅いね。なんかしてんじゃないの？あ、別に変な意味じゃなくてね、その、そうよ、こんな真昼間から校内で何するっていうのよ。だから、なんかしてんだろ。もう、ぼーっとしてるから。ごめん。さくらが変なこと言うから。失言だったわ。おーい、トール、気にすんなよ。どうせ宮村が小銭ぶちまけたとかだよ。吉川の優しさが温かかったって今日の西に書くね。そういうの書くとこじゃないぞ。うりうりするな。うりうり。お待たせ。ごめんね、遅くなって。おかえり。はい、オレンジ、いちご牛乳。やった。石川くん、石川くん。ん？ごめんね、やっちゃった。な、何を？いや、さっきジュースを買いに行った時に、本当に石川くんには謝らないといけないこと。やめて！聞きたくない！やめて！聞こえない！聞こえない！何？どうしたの？実はね。そりゃまずいよ。俺だったらやっちゃったやつすごい怒るかもな。さすが戦国くん。吉川、お前カッター持ってたよな。この辺刺してくんない？石川くん、なんかあれだったんだよね。ついうっかり。そうね、あれはうっかりだったわ。うっかりうっかり。うっかりだってさ。まあ、どんまい。どんまいじゃねえ。いいじゃない、別に、コーラくらい。コーラ？なにこれ。おい、ちょっと、ヤムラ。だから、こうやって。おー、床が。石川くん、どんくさいな。コーラ臭か。